さあプレイステーション2のソニックヒーローズ、やっていきましょう。さっきの動画っていうか、まあ、前回の動画で、レッスンこれをねやりましたので、大体の操作を覚えました。ということでストーリーをやっていきたいと思います。メモリーカードも挿してるので、まあ、お試しプレイというよりももうシャープ1って感じかな。ブックオフでね500円の 30% オフで買ってるから結構高いんですよ。普段100円のソフトしか買わないからね。あ、チームごとに違うんだよね。まあ、まずソニックからやんなきゃね。音速で飛ばすぜ。音速のソニックでしょ。あの違くね、音速のなんだっけあれ、音速のなんだっけ忘れちゃった。あのワンパンマンに出てくるやつなんだっけ。かっこよくね。わあ、なんか映像綺麗。プレステ2ってこんなすごかったの。これ多分さ、プレステ2後期じゃねえの。ようタイルス久しぶりだな。ソニックこれ見て。だって2003年のゲームでしょ確か。プレステ2後期だよね。そろそろ3出るよね多分。違う？ソニック同様、わしはついに究極の兵器を開発した。3日後世界征服を開始するが、このわしを止められるかな？なんか。紅の豚に出てきそうなやつだ。どうしようソニック。ま、尻尾巻いて逃げ出すってのもありだから。せっかくのご招待だぜ。日が洗って待ってないくま。ソニック足速えな。飛行機並みに速いんだよね。だって音速だもんね。てかソニック以外の2人も速えな。やっぱこのソニックのキャラってみんな足速いんだね。最近ソニックのゲームって出てるっけ。なんか日本ではあんま出てないのかな。クジラ島を目指せ。オッケー。あ、こういいね。クジラ島を目指せってタイトルにつけやすいね、YouTube の。クジラ島を目指せって言ってね。なに、もうこれ、俺操作、あ、俺操作してんじゃん、もう。まあ、最初はそんな難しくないだろ。やってやる、ガイス。横に広がっていこうぜ。オッケー。あれはチェックポイントだよ。ミスした時ここから再スタートできるんだ。あ、そうなんだ。それと通過した時のリーダーがレベルアップする機能もあるのよ。わ、これ難しいね結構ね。何これ。ファイヤーフォーメーションの時四角ボタンを押すとファイヤーコンビネーション攻撃だ。ボタンをタイミングよく押すと連続攻撃になり、レベルアップすれば最後に強力な技が出せるようにもなるぜ。俺とデイルスを元に戻したかったらバツボタンでジャンプだ。オッケー。とりあえずじゃあお前はテイルズに脅そう。あ、間違えちゃった。で、ここからのこうでこう、もう一回踏ん張りジャンプどうんだっけ。あ、間違えた。え、だって今誰、ソニックだよね。あ、ソニック間違えた間違えた間違えた。あれジャンプどうしてどうやるんだっけ。バツだっけ。あれ待って待って、ソニック早すぎてさ、あれなん、あれソニックどうやってやんの。これ破壊なのか。あ、破壊か。ちょっと丸を押して押しかけだね。で、こうか。あ、よかったよかった。お、落ちた。あ、落ちてない。ソニックに変えよう。うわ、速くすぎて見えへん。よし、なるほどね。もう自動的に変わるんだね。今チェックポイント。エッグマンのメカがいっぱい。ソニックって負けることあんの。うわ、速い。あー、うまい。わあ、コースが難しいなこれ。レベルアップした。わあ、うおー、今のムービーか。おお、やばいやばいやばい。よいしょ。お、どこに行くの。え、戻されんの。クジラ島に行くんか。あ、間違った、スタートじゃない。おお、罰だった。罰で。あ、3発撃ってるってことね。うお、あれどこに行くのこれから。あんま進めってこと。進めないよね。やめろ、任せてよ。ん、どなんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、どうしたらいいんだ。行くよ。あ、もう一回、さっき失敗したのか、俺。なんか。あ、いいんだ。ここで落ちたら大変だ。気をつけろ。あ、はい。行くよ。あ、もう。あ、落ちたし。
落ちたし。え、どっから、あ、結構戻ったな。あ、もう結構でもないな。ムービーとか言ってた頃だな。全然戻ってないや。よし。スピードフォーメーションの時、ジャンプ中に四角ボタンを押すと、ブルートルネードだよ。竜巻を起こして地上の敵を巻き上げる攻撃だよ。上等。どっち行くんだっけ？こっちか。こっちだっけ？ん？どっちだ？どこ行くん？どこ行くん？どこ行くんだっけ？こっち戻るんだっけ？あれ、どっち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 ？こっち戻るから。よし、こっちだ。行くぜ。行くぜ、行くぜ、行くぜ、行くぜ。ワン、ツー、スリー。あれ？違った。あ、バツだった。間違えちゃったボタン。ワン、ツー、スリー。は。どうやら、近づくと動き出す遺跡があるみたいな。え、どういうこと？近づくと動き出す遺跡なんてあるの？ここはテイルスにお任せだな。ここはテイルスだって。まあ、オッケー。飛行中、バツボタンを押し続けると上昇。再度バツボタンを押すと急上昇だ。行くよ。あれ、行かない。厳しいね。ここちょっと。よし、行った。うわ、なんか走った。やったぜ。ソニックカートみたいになった。うわ、早すぎないこれ。どうやってこのゲーム作ってんの。うわ、ソニックって速くて面白いな。音速のソニックだ、まさに。レベルアップ。よし、やっとレベルアップした。で、ここは、違う、普通にお任せ。あ、お任せしなくてよかったんだ、別に。うわ、よし、よし。わあ、すげえ、なんだ今の。空中にいる敵はテイルスにお任せだな。あ、そうなの。シュートで叩き落とすんだ。あ、そうだったの。まあいいや。あ、落ちた。危ない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 、危なかった今。やってやるぜ。やっ、やっ、いつでも来やがれ。いつでも来やがれっつってな。あ、これは。よーし。敵が別に全員倒さなくてもいいんでしょ、これ。これどうやって取るんだ。これさ、向き違うね。こっちだよね、絶対。帰っちゃうもんね。こっちだね。よし、ここら辺じゃね。テイルス、ここは向こう岸まで飛んでいけそうだぞ。飛んでいけてないっすけど。やば、戻っちゃった。やべやべ。任せてよ。デイ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 。ねえ、上に行ってみよう。あ、結構ヒントくれるんだね。やめ、空中にいる敵はテイルスの出番だな。サンダーシュートで叩き落としてくれ。あばばば。やってやるぜ。テラドラ。テラドラ。オッケー。あ、意味わかった。意味わかった。意味わかって。やったね。これもっと上狙いいんでしょ。やったね。テイルス。あれ？ここは向こう岸まで飛んでいけそうだぞ。飛んでいけない。あ、て、あ、テイルズに変えてから行かなきゃいけなかったんだ。やっとわかった。ソニックで、あー、ちょっと待って。やってやるぜ。あのね、キャラクターのチェンジが大事なんだ、結構、このゲームって。キャラクターチェンジが結構大事なんだな。空中にいる敵は僕に任せてよ。僕のサンダーシュートなら、高いところにいる敵も痺れさせて落っことしちゃうよ。テラドラ、テラドラ、テラドラ、テラ。もうこれね、テイルズに変えちゃおう。あ、こういう方法もあったのね。あ、テイルズだったらかわせるやん。敵倒さなくてもいいじゃん。あ、やばい、そういう攻撃もあるのね。いや、ここら辺はソニックに変えよう。ソニックの方が速そうだな。
え、どこ、早くセーブポイント来ないかな。あ、なんか星取り逃したね、取り逃したね。あの大きなリング3人同時みたいな。今いいとこまで行ったのにな。あとタイムアップもありそうだな、このゲーム。え、どこまで戻るのこれ。さっきゲームオーバーっぽくね、ナウローニングの。音速で飛ばすぜ。よし、音速で飛ばします。よし、どこまで行ったんだっけ。最初からになるのかな、もしかして。あ、そっからか。最初のムービーが終わったとこからだね。結構厳しいね。うん、どっから移動になるんだろう。あ、こっからか。よし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 、楽しいね。でもね、ソニックは任せてよ。てか1でこんな苦労するもんなの。あ、苦労しちゃいないか。ここからは横に並んでいこう。オッケー。あれはチェックポイントだぞ。触っとくとミスした時ここから再スタートできるの。そっか、チェックポイント触り忘れたらダメなんだ。触った時のリーダーがレベルアップする機能もあるのよ。ゴー。こんな岩、俺の拳で砕いてやるぜ。よし、なるほどね、これは砕かなきゃいけないね。ここでさっき手間取ったよね、一回ね。もう覚えた。ここは普通にこれで壊すと。オッケーオッケー。で、こいつもこれで倒すと。名前忘れちゃったな、だっけ、赤いやつ。ソニックとテイルズは覚えてるんだけど、ソニック&テイルズっていうゲーム持ってるからね、それは覚えてるんだけど。ソニックに変えるか。あ、変えらんないや、これ変わっちゃう。そう、ソニック&テイルズ、なんだこれ。お、いいね、なんか取った。降りない奴らだ、行くぜ。なんかゴーンじゃんみたいな声が。ここは俺に任せとけ。オッケー、ソニック。うわ、難しいね、このね、うまくやるの。うわー、え、落ちた、え、落ちたけど、え、なんで、なんで落ちたの。え、あそこムービーじゃなかったんですか。またここからですか。やったね。こっからか、結構前だな。おいでなすったぜ。エッグマンのロボットだよ。ソニック、俺に任せろ。かっこいいな。この岩、ナックルズが壊せるでしょ。ナックルズだ、ナックルズ。パンチだからナックルね。オッケー、ナックルズ、いけ。お、ナックルズ強いな。いや、ここからソニックに変えるんでしょ。任せてよ。やめよ。よし、ソニックいけ。頼むぜ、ソニック。あ、ここナックルズか。ナックルズ、よし。あれ、なんか、あ、ちょっと忘れた、さっきの取らないと。お、いった。ここは俺に任せとけ。オッケー、あー、全然取れなかった。あれ、なんだなんだ。うわー、こっち行った方がいい、絶対。よし、よし。待って、待って、違う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 。なんだこれ。あ、なんかゲットできるんだ、ここで。まあ、とにかく任せてよ。あ、テイルズになっとかないとここいけないんだよね、確か。落ちないように気をつけろよ。行くよ。あぶねあぶね、あ、そこで一回降りとこう。あ、あぶね、あぶね、あぶね。海に沈んでる遺跡のいくつかは誰かが近寄ると動き出すみたいだぞ。海に沈んでる遺跡。ああ、これのこと。頼んだ方が良さそうだぜ。頼んでる頼んでる、大丈夫。さっきは頼まなかったけど、何これ。網の敵だこれ。オッケー、ここ楽しい、ここ楽しい。てかこれ、ま、あのソニックカートやっときゃいいよね。俺ソニックカート持ってんだよね。名前違うかもしれないけど、ソニックのレースゲーム持ってるんだよね。ビータだけどね。だから実況はできないんだけど。そうそう、実況できるから、まあ PS2 だよね。やばいやばいやばい。
やっぱラックレスだな。上に行くにはお前だな。よし、ちょっとずつ進んでるね。よし、いやーさっきこの辺とかあったよね。空中にいる敵はテイルスの出番だな。サンダーシュートで叩き落としてくれ。やってやるぜ。テラテラドラテラドラレベルアップ。ここはさ乗った方がいいんだよ。テイルズに変わってからまたここ乗った方がいいんだよ。よし、あのね、よし、押してくれ。ここね、テイルズで行くよりね、ラックルズで行った方が良さそうだったんだよね。落ちないように気をつけないとね。落ちたら一貫の終わりだからね。早くさ、あのセーブポイント来ないかな。ここはソニックだろ。あ、違う、あ、違くない。あ、て、今なんか取りたかった、今なんか取りたかった。あー、ちょっと待って、あ、無理だ、もうめんどくせえ。いや、行こう行こう。星スターって取りたくなるよね。ま、マリオだ、もう、くせえで。よし、僕の出番だ。誰の出番？こいつの出番？あ、違う。これで、行くよ、えい、えい。あれか、避けちゃったよ。行くよ。行くよ。あれ？テイルズでどうやって攻撃するんだっけ？忘れちゃった。行くよ。テイルズの攻撃の仕方を忘れた、いまいち。まあいいか。はい。もうソニックに変えていいかな。ソニックの方がね、さっぱりしてていいんだよね、早くて。ナックルズどうやってやんだっけ。違う、ナックルズだから。よいしょ。寝てるから別に倒さなくてもいいんか。よし、あ、パワーフォーメーションの時ジャンプ中に四角ボタンを押すとファイヤーダンク。ナックルズは僕とソニックを火の玉にして打ち下ろす攻撃だよ。この吹き抜けはあの大砲を使って上へ行くみたいだよ。任せてよ。うん、テイルズになってた。うわー、かっこいい。イエーイ、カートパート好き、カートパート好きだわ。はやっ、やったね。あ、でも全然星取れてないし、なんかアイテムも取れてないし、やったね。うわー、なんか全部なんかほとんど操作してないけど。パッションどういうこと。パッションってどういうこと。何パッションって、パッション、何があるの、パッションって。パッション、うん、ここはソニックに任せた方が良さそうだな。大丈夫、もうソニックになってるから。よしよし、かわせ。お、すげえ、なんかソニックのすげえ忘れた。近く連打したらって。いけ、わー、目が回りそう。こっちのセリフだよ、マジで。ソニックどうやって作ってんだよ、これか。もう全部敵避けよ、ソニックの時は。ソニックとかテイルズの時は、ナックルズの時だけはちょっと倒していくみたいな方向性で。え、どこ行ったの。あ、ゴール先ね。危ない、かわせ、もういいよ。終わりだ。よし、結構勝ったな、20分ぐらい勝ったな、これ。あー、疲れた。めっちゃクリア、あー、やってきた。よし。とはいえ、まだまだだ、ね。うるせえ。確かにな。E だし。E って大概一番下だよね。F なんてないでしょ、多分。今、セーブしてんの？ OK。セーブ完了した。あ、セーブした。OK。じゃあ、今日ここまでにしましょう。あー、面白いな、ソニック。うん、これ、やり込んでったらどんどん面白くなりそうだね。うん。ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。